Just yes. 時時刻は11時を回りました、えー、毎週月曜から木曜すみません、クリスマス帽が顔に引っかかってちょっと変だと <laughs>、えー、夜10時から生放送でお送りしている TBS ラジオは <laughs> シックスジャンクション2、2> <laughs> パーソナリティの私、ラップグループ、ライムスター歌丸です、そして月曜パーートナーの宇垣美里です、えー、特集ゲスト、世界で最もクリスマスソングを知っている DJ、もちろんクリスマスソングのコレクターとかすごい人はいるんでしょうけど、はい、多分 DJ としてはね、かなりトップの方と言わざるを得ないのが現状かな。ですかね。<laughs> <laughs> すいませんなんか自慢みたいになっちゃってすみません DJ 大自然さん引き続き11時台残っていただいて <laughs>、えー、ここから、ね、ベスト5まで発表しましたので、はい、残りの、ねえー、とベスト4から上あとはちょっと珍曲、ねうん、レア曲なんてのもちょっとご紹介いただくこととなっております、はい、えこのあと11時台の流れを言っておきましょうこのあ、えー、とはちょっとレア曲を聞いた後に11時30分からは残りのベスト4を発表していきいうこと思てます,です、えー、新概念提唱型どここうのお休みということであとおけくれやってますからねあの皆さん年末に向けて でね、このお受けくれだっていつまで続くかわかんないんだから、確かにはい、歌のさん OK ください、通称オ、OK、ッくれ、今日嬉しかったこと、嬉しくなかったこと、もやもやしていること、ね、たくさんもやもやしていることいっぱいあると思う。ね、マジずっとブチ切れってた、ね、ありがとうございます。ががっと私が大声出してね、<laughs> 押し出していきますんで、もろもろ宛先宛 <laughs> 先はこちらまでお願いします。歌丸アットマーク T. B. S. ドットシ J. P.、歌丸アットマーク T. B. S. ドットシ J. P. までお願いします。読まれた方全員にアフターシックスジャンクション2のステッカー差し上げます。ということで、水、はい、大自然さんお待たせしている中ではございますが、皆様。 おたせいたしました本日ウルトラウィークですねウルトラウィーク恒例いいこちらの企画をついにお送りいたしますその名もアト,アトロク1週間クイズ来た来ました説明しようアトロクク週間イズとは バンドスクービードゥのドラマーにしてガチのクイズ問題作成者プロでございます、えー、岡本モビー拓也さんと番組プロデューサーの箕輪田悠介が共同で作った一つの長いクイズをこの番組のアトロクの1週間4日分月間水木ちなみに箕輪田君が作ったっていうのがきょうの間ノイズになっちゃったんで箕輪田君はあくまであの選んだりしてるだけなんで箕輪、はい、田君がいるからってミッショ,、ね、イッションインポッシブルか MCU の問題じゃないです。 一、はい、つの長いクイズをあとこの1週間月下水木4日分に分割して出題いたします答えが分かった方は分かった時点ですぐさま番組宛にメールを送ってもらうという要は4日分に引き延ばされた早押しクイズということになっておりますもう結構ね届いてるらしいじゃないですかありがとうえあもうまだ出題してないのにそうですね さすがなんか。五兵餅とか言うからじゃないですかこれね。<laughs> なわけね。五兵餅ってうがきさんが言ってる時点で違うだろうってことなんだけど。絶対に違う。ま、<の>聞いてないし文もまだ問題文も知らないのに五兵衛餅じゃないことだけは知ってる。ただただただ五兵餅税はともかくとして五兵衛餅税は五兵衛餅税でいいんですよ。うん、あの、ね、君のクイズ税っていうか。ちょっとでも。 小川さ,としさんの「クイズ」という素晴らしい小説がありましてこれはクイズがまさにテーマになった場ねえっと小説なんですがえっと出題の前になぜか正会にたどり着いてしまったというねそこから謎を解いていくという小説でございますがえっとこれに要するにこれを我々もいつかは実現したいというふうには思ってるんです、はい、<laughs> でもちょっと前回ちょっとね危なかったねちょっとずつ、ね、おって感じでしたもんね。ということで皆さん送ってくださいでですねえっと正,解正解した先着5名の方にこんな豪華プレゼントを ご用意しておりますいろいろ今までプレゼントしてきましたけど結局あの手作りウルバリン詰めとか全然人気なかったんで結論としてはですね結論としてはですねです今年紹介してきたアトロック22024ベストバイな商品たちをご紹介しましょうまずは一着 8月21日にライターのノミヤスク国さんが紹介しました、炭トースター。税込み 13, 円相当となっておりますこちら、見た目は大きなすずりでございますが、遠赤外線で食パンがふっくら焼ける、あるいは他の食べ物とかもマジで全て美味しくなってしまう。 えー、という、このフライパンでございます。でですね、えー、プラ、加えまして、歌丸画伯によるあなたの似顔絵、プラス、えっ、ー、と、歌丸パートナー全員のサインが入った、えー、真心色紙、こちらのプレゼント。はい、これ、うなえさんサイン入りはひょっとしたらこれはね、恋愛物になりますからね、最後とは言いませんが、おい物ものになりますので、ぜひ皆さん振るってご応募ください。うん、そして、 2着、7月17日の特集で紹介しました、冬でも楽しいザ・そうめんスライダーの新品。はい巨大プールのような立体構造、そうめんがすぼり落ちていくクッキングトイレでございます、こちら、タカラトミアーツさんからご提供いただきました、税込9878円相当となっておりますいいー、えー、こちら、もう冬でもね、クリス、クリパにいかがですか、クリパにねニーね。ん正<う>正月いい、うん、正月,正月孫孫孫がが喜びますよ孫がね、うん、そして3着 8月13日のゲスト、料理人の稲田俊介さんが紹介しました、エバーおろし。え税込4180円相当となっております、稲田さん、ね、あの美味しいもの好き稲田さんがですね、常にカバンに持ち入れて、えー、どこでもいつでもどこでもふんわーっとした最高のおろしができるという、エバーおろしでございます。これ、マジでネクストレベルのおろしとなっております。うん、そして、4着、9月2日、ライターの多田通さん推薦、ナイトコア LA10、LED キーライト。 税込み円相当の商品ですこちらえもちろんねさまざまな災害の時にえっに、と、ライトを用意しておくというのは非常に大事大事というか当然というのはこの番組でも伝えてますがこれは、えっと、ピンポイントで照らすライトになるだけではなくリップスティックのようにキュゅと伸ばすとランタンになる便利だね便利なんですあのそのひと要するにずっと空間をこう<く>全体を広く照らすこともできる,、ね、る,できるめちゃくちゃ便利小さいけど優れもの、えー、ナイトコア LA10LED キーライトスプレゼントいたしますそして5着 番組オリジナルゲームドロッセルマイヤーさんのクーロンド税込990円相当なってますまたかとか言うな。 何もあってもいいですからね。ということで、えー、以上となっております、こちらがプレゼントです。えー、いいですか、皆さん、分かった時点で送ってください。で、答えを送った後に、必ず、えっと、なぜその答えにたどり着いたかのロジックも送ってください。うん、木曜日の正解発表までにロジックが送られてこなければ、これ、失格となってしまいますので、あ、えと、ー、からでも結構ですので、必ず送ってください。ま、はい、まででいいそれではいきすすよ出題でございます 歌村アーマークィです。CO.jp まで送ってくださいね。さあ、第1問目です。1日目。<laughs> 日本における、放送業界のアカデミー賞こと、えー <laughs> <laughs> <こ>えななんだ <laughs> なんだだろういや私たち本当これ知らなかったからどんな文が来るかとか知らなかったから。から これちょっと今日ヒントがね、オープニングちょっと。っ何のパーソいいからいいからいいから。ね、オープニングヒントになっちゃったかもしれません。いということで、皆さん、これはまだ1日目の出題なんで、4日分、これまだ4分の1ですからね、うん、おちょこちょこが、すぐあとにく,くる言葉を答えとして送ってくる人いますけどね、まだ4日分ありますから、<laughs> 4分の1ですからね。<laughs> はいということで、えーと別、必ずロジックも送ってください、歌丸アットマーク t b s c o j p 歌丸アットマーク t b s c o j p まで、えー、分かった方は送ってください。 問題文の続きは明日火曜の11代この冒頭で多く発表いたします。はい。さあ自然さんすいませんお待たせしました。はい。あのクリスマスソング特集を送りしてますけど何でもなんかちょっとここでお勧めしたいクリスマスソングがあるんですって。あそうなんです。あの僕のすごい近い親戚がいまして。近い親戚。近い親戚って親戚です。あそうです。ねでデイドラムさんという方がいるんですけどちょっとあのシャイな人で自分で告知をしないらしいので代わりにちょっと僕が宣伝をさせてもらおうかなと思うんですけど。そうですか。はい。 どんな曲なんですか？えっと、まあいわゆるローファイヒップホップなチルな感じの、うんえー、クリスマスソングになっておりまして、ススちょうどはいあのこの時期にちょうどいいかなということで、うんえー、12月6日に出たばっかりの曲を聴いていただきたいなと思います。うんうん、ありがとうございます。では、えー、自然さんからぜひこの親戚近い親戚の新曲ご紹介お願いします。はい、デイドラムでクリスマスインドーズデイズ。 はい。本日のゲスト、え大自然さんの近い親戚。非常にシャイということであります。デイドラムさんが出しました。クリスマス・イン・ゾーズ・デイズ。え12月6日にリリースされた楽曲を、えはい。 かけさせていただきました。素敵ですね。すごいはい。ね、いいですね。こう、一応してしまいますね、はいはい。こんな才能あふれる人がいるんですね。本当ですね。<laughs> こちら配信とかで消けるんですね。そうですね。配信オンリーみたいです。はい。うんはい、ぜひぜひ、皆さん。こちらも、えっ、ー、と、あなたのクリスマスソング、これしかののに、くれて、加えてみてはいかがでしょうか。えー、ラジオネーム、マカママレードさんも、今夜の特集部屋で体を揺らしながら聴いています。聞いたことがなかったクリスマスの名曲をたくさん知ることができました。どれも本当に良い曲ですが、中でもパリスマッチのサイレントナイト最高です。えー、一人でしみじみとクリスマス気分を味わうのにぴったりですとか、ボートミンさんも今夜のクリスマス スマスソング特集世界の良い曲がずっと流れ続ける最高の特集です国や時代によって陽気なものやしっとりしているものけれども体は揺れてしまうものだとクリスマスへのニュアンスの変化が幅広くと面白かったです、えー、やっぱりね、大自然さんの服装も素敵です大好評ですよこれねありがとうございますありがとうございます、うん、ということでこの後はですね、えー、いつもはカルチャーワンショットをお送りしておりますが今日は DJ 大自然さんにクリスマスソングちょっと,、えー、と番外編というか珍、はい、品、えー、レアものをご紹介いただく予定でございます,います引き続きよろしくお願いしますお願いします after six junction Two.